こんにちは。愛、唇ありがとう。こんにちは。珍しくお昼に配信しています。中村舞です。皆さんこんにちは。15分、みんなお昼時かなと思って、唇ハート、あなたはありがとう。こんにちは皆さん。お仕事中、お仕事休憩中かな、この時間って。ありがとう。ラーメン食べながら見てます。私もね食べたいんです。今は東京、そう東京いるんですけど、なんかもう本当に東京でもインドアすぎて。そう今日は仕事がそうお昼からなんですよ。で朝はちょっとゆっくりできたんですけど、そうなんです。なんで今日はちょっとゆっくり寝ました。めっちゃ寝た気がする。ありがとう。チョウちゃんどこですか。チョウちゃんとは同部屋じゃないんですよ。昨日一緒に配信してたけど、同じ階の隣同士なんですけど。そう、私がチョウちゃんの部屋に行ってた。そう、隣同士です。隣の部屋に行ったら千穂ちゃんが、そうって感じ。ありがとう。いいねもありがとうございます。なんなら私起きたの割とまだ間もない。あとありがとう、リップもありがとう。ちょいちょい止まる。電波悪いのかな。電波悪めですか。寝たの何時。昨日はね、昨日お風呂入って珍しく使って、何時だろう、2時何分かとかに寝たかな。何時だろう、2時台だった気がする。ありがとう。電波悪いって。宿の Wi-Fi、 あ、私 Wi-Fi つけてないよね実は。なんかつけた方がいいこれ。うん、ホテル Wi-Fi じゃない。大事ですよ本当に、電波遅いって。ちょっと待って、それやだな。 Wi-Fi 情報どこにあるんだろう。私のリンゴジュース。テレビ、テレビか、確かにない。ちょっと待って、窓際がいい。そういう感じ。よいしょ、そういう問題でもない。どう、なんか眩しい、外の光が。ありがとうございます。どうですか。今普通に見れてるって。なんかあったら言ってください。そう、リンゴジュース好きなの。
優しい味がしないだから好き。うまい、うまい、うまい。クレアありがとう。え、コンコンされてる。ちょっと今扉が勝手に開いて、絶対掃除の人だよね。私まだ清掃ここずっといるからさ、清掃の人が多分来ましたよね。今ちょっと一回ミュートにしたけどガチャって言ったんだけど、清掃に来てくれてたのかな。ごめんなさい、ずっといます、ここにいます。まあそうですよね。やばいやばいやばい、普通に会話した今。え、ミュートにしてたよ。会話した、やばい。歌をかけてない確かに。でもなんか清掃何時にしますかって言われて今。やばい、こんな何も考えてなかった、ごめんなさいね。清掃何時にしますかって言われたから、あ、ごめんなさい、何時なしでも大丈夫ですって誘拐はしました。本当プレート、そんなの考えてなかったですね、すいませんね。なんかハプニング、ハプニングです。でも私よくハプニングある。なんか前もね、なんかお風呂の途中に清掃の人が入ってきて、そうギャーってなったことある。わわわ、朝風呂、そうそうそう、朝お風呂入ってて、なんかちょっとラグ、なんかちょっとラグありそう。あ、あ、あ、どうですか、ちょっと Wi-Fi つけ、どう、ただいま、ありがとう、どう、いい感じ、ちゃんと映ってる、おかえり、ただいま、
Wi-Fi つけました。何時頃も大事。いやそんなに長くはせん何時にしよっかな、今12時25分ぐらい。10年おめありがとう。あ、半前ぐらいか、28分。どうとやにやと。いや今日夜やるよ配信でしょ夜、いやなんか夜できないからやってるんじゃなくて、何となくやってる急に昨日の地方級、そう昨日は地方級でやってました。配信、ご飯食べ行って、そう、一緒にね、私さなんかご飯なんか何食べたらいいか分かんないくってさなんか千穂ちゃんここ行こうここ行こうっていっぱい提示してくれるからすごい嬉しいんだよね。うん、なんかラーメン、ラーメン二郎。でもさラーメン二郎食べたら明日に影響しそうだからちょっとやめとくよ。結構広島の二郎系っていうか食べたんですよ。結構いっぱい、いやまだ行ってないとこあると思うんですけど、いっぱいいろいろ食べたんですけど、ちょっといろんな二郎を味わいたくって、ラーメン二郎に行きたくって、そう、東京いろんなラーメンが、さっきもなんかなんだっけ、昼なんですかな、なんかラーメン激戦区みたいなやってたわ。あ、やばいやばい、音が。豚山って読むまで行きましたよ。でもあの緊張した、なんかコール本当に。東京いろんなラーメンある。なんかねよく見るラーメン屋さんはなんか俺流みたいな、俺流塩ラーメンみたいなラーメン屋さんよく見る。いっぱいない看板よく見る。食べたことないけど、家系ラーメン？あー家系ラーメンは行くよちょいちょい。おめありがとう。こんちゃんもありがとう。あ、なんだっけ、蒙古タンメンもいいなって思ったんですけど、辛いのも好きなんで。
味噌ラーメンは食べんかも。食べんっていうか、 なんか広島にそもそも味噌ラーメンだけのお店ってあるんかな、分からん。味噌ラーメンあんまりなんかレベルが、私の経験値が経験値積んでなくて、私の味噌ラーメンレベルがあんまり高くないかも。もっと経験値を積まないと味噌ラーメン。広島のラーメンはなんか豚骨醤油のイメージ、そんなことないですかね、わかんない。なんか中華そばみたいなイメージある。ありがとう、この唇。なんか外から変な音がする嫌な音、なんか喋ってるような音。やばいやばい、なんか なんか音しないでって思ってる。外から、ね、東京来た時なんか買い物とかしても買い物できないんですよね。おしゃれカフェ、行かないとか見つけらんないんだけど、本当におしゃれカフェどこにあんの？麺類しか見つけられないなんでか分かんないけど、しかもさ、おしゃれカフェ、行ったら締めはラーメンじゃないとちょっとなんか甘いで口が終われないタイプの人だから、なんかラーメンとか、 なんか塩気があるもの食べないと終わんない。結局は最終的に麺で締めるみたいななると思う。うどん好きだよ、スパゲッティ好きだよ。え、私は麺なん全部好きですよ、基本。なんかこういうなんか東京とか来た時にいっぱいいろんなショッピングモールっていうか、なんか何ですか、お洋服とか買えるところがめっちゃたくさんあるから、もう本当にいっぱいいろんなとこがあるから、なんかこのどっか空き時間見つけてタイミングで行って買って帰ろうって思うことがよくあるんですけど、行ったら行ったでもうマジでありすぎて全然買えなくって、本当に一回も買ったことないんですよ。なんか行ったことはあるんですけど、その行って見てもう本当に選べないし、なんか
買えないし、なんかありすぎて買えない。うん、ウィンドウショッピングになる。結局買わずに、そう、そう、選択肢が多すぎる。そう、なんか優柔不断にとってはもうマジで時間がいっぱいあったら迷って買うのかな、わかんないんだけど、なんかあんまりだこれだって決めることがなくって、ありがとうございます。うん、なんかネットで買う時もあるけど、うん、そう、で結局もう無理やわってなって麺だけ食べて帰ったりする。あとなんかお金使うのをためらってしまうんですよね。なんでだろう。なんか私なんかネットだったら買えるのに現金でいざ払うってなったらなんかためらってしまうんですよね、お金使うの。なんでなんだろう、わかんないんですけど、ネットだったら全然なんかペペペって買っちゃうのに、俺も同じってわかる、わかんない。なんか急に現金になった瞬間になんででしょうね。でもさ、なんかちょいちょいなんか深夜になったら、深夜っていうか0時とか過ぎてショールーム終わりとかにこうなんかこう見てたりして、ネットで、でなんか5月かな、ん4月、なんか忙しかったんですよ結構。でも合間になんかもうなんか買ってやるぜとか思って、ご褒美だとか思っていっぱい見てて、なんかポチポチいっぱいしてたんですよ。そしたらなんか請求みたいな、今月みたいなの来て、なんかいつもよりもちょっと高くてなんかなんかそう、ちょっとあの時にいっぱい使ったんだ、なんかそう、現金だったら絶対に多分買ってないだろうなってものをネットだったら買ってしまうから、ありがとう。いやそうなんですよね、いっぱいっておいくら万円くらいを言うの、なんか生々しい会話が生々しいですね。生々してます
でも私あの携帯代と一緒にそのネットショッピングのお金も一緒に落とされるんですよ、引き落とし。そうだから携帯代もその中にいつも入ってて、そのだからサブスクとかそういう課金とかも入ってるし、そう、そこに買ったなんかネットで買ったものとかも一緒にポンって落とされるようになってて、設定されてて、そうだからちょっとまとめ分からん、なんかそうそう、姉貴に怒られたりするのしないよ。もう姉ちゃんとはお金一個も全然別だから、何も共有してないから、そう家賃払うぐらい、家賃と光熱費とかと、あとはあのそう家系のお金と、家系って言ったらラーメンみたいだな、家のお金と、あと生活費ぐらい、お姉ちゃんとなんか出し合ってるのは、私のお金事情は多分お姉ちゃんは知らないです。私もお姉ちゃんのお金事情知らないもん。何周年おめありがとう。12時45今見た、12時45だ。いや絶対1時までにはじゃあ終わろう。東京には友達いるか、なんかいるにはいるんですけど東京で会ったことがなくって、いやなんかあの高校の時の友達とかが東京いるんだよみたいなの聞いたんですけど、あのいざ東京で会おうってなったことはなくって、愛媛、そうそう愛媛の友達、なんか結構愛媛の友達大阪とか東京とかいろんなところにみんな散らばってて、そういろんな場所にいるんですよ、みんなお仕事してる。ラブレターありがとう。おきちゃん、おきちゃんね、なんかおきちゃん自炊始めたって言ってた、東京で。嘘だ嘘だなんか自炊始めたんだみたいな言ってて、でなんか炊飯器を買ったって言ってて、そうそうそう炊飯器買った、ってすごいって、お米炊いてじゃあなんか作るなって、卵かけご飯作るって言ってて、そうでもおきちゃんがお米を炊いてるところあんまり想像できなくって、マジで、いやあきちゃん自炊するって言ってたよ。最近は卵かけご飯が好きって言ってた。無洗米？いや分からん、無洗米かどうか分からんけど、お米炊くって言ってた。あきちゃんが広島にいる時はご飯
ご飯外で食べるときは中村で名前書いてたらしい。これさ、みんなもしませんか？みんなもやったりしない？あれでしょ、待ちの時にさ名前書くやつでしょ、ご飯。わかんない、中村でするかわかんないけどさ、なんか誰かの名前とかでやったりしない？しない？中村、中村様って呼ばれる。何名でお待ちの中村様。私沖ちゃんと行った時沖村様とかにしとって、沖村様ってなんかあの本当に沖村さんっているでしょ、で中村の村と沖ちゃんの沖で。おきまい書いたことあるよ。おきまいは結構もうおらんでしょ。おきまいって名字の人多分おらんよね。憧れの名字とかでやる。いや、わかる、そういうのでも反応できるかな。Q 様って書いてざわつかせるのする。でもなんか呼ぶ方もえーってなるよね。合ってんのかなみたいな。漢字3文字え、わかる、かっこいいよね。かっこいいなって思ったことある。憧れの名字って何かいねえって語尾が私みたい私さ、みんなにさ口癖がなんちゃらかいねえってよく言うよって言われてから、なんかそっから自分がプライベートでもなんたらかいねって言った後に、うわっほんまやってなって、そう意識しすぎてしまって、なんたらかいねって多分ね、愛媛の松山なんかな、わからん、方言らしい、全然気づかんかった。そうかいね、めっちゃ言うとった、お姉ちゃんとかにも言われた。なんよ、言う、なんていうかな、やっとらんのんですかとか言うかも。なんか私の周りも言ってたよ、なんか多分わかんない、愛媛の方言なのかな、わかんない、どこの方言かわかんないけど愛媛の人言ってたよ。入れちゃうのんって、なんか自然にパッて入れちゃう。この間カマユが可愛かった。じゃあもっと可愛いのは編み出すか むずいな。じゃああの愛媛
の実家に帰った時に言う一言、クラクラクラモンタよ戻ったよってことです。家に帰ったよモンタよ本当に言うんですよ、モンタよって、モンタって、ハテナでもつく、モンタってモンタよ、帰ったよってことです、戻ったよ。ゆうゆうって愛媛、そう愛媛本当に言うんだよモンタって。まいちゃんのところにモンタよ、そうだよね今日家に何時に、うん、何何時に家にモンタする、それは言わんね、モンタするは言わんけどモンタするって可愛い、言わんな、モンテくるとかは言うかも、何時にモンテくるって。言うかな、言うとしたら行ってきますわ、いってらっしゃい、行ってきますあ、行ってこわいかな、行ってきますわ、何なんだろう、行ってこわい、なんかしてこわいとか、こわいってつけるかも、行ってこわい、行ってくるねみたいな感じかな、うん、行ってこわい、そうかな、うん、方言です。愛媛の方言講座使ってくださいナチュラルにね出てくるね、家族間だったら、その実家とか帰った時にね、仕事行ってこわい、行ってこわい、葵さんとはね方言で喋るかって言われるとね、私が基本敬語なので、敬語の時は方言がほぼ出ないね、どうだろう、あんまり出ない気がするから、なんか方言だなと思うことはあんまないんですけど、葵さん、そう先輩では行ってこわい、仕事待って、何分、56分です、じゃあ1時に終わるので、昼休みが終わる、みんな頑張ってお仕事、いってらっしゃい、今日は夜配信はする予定でも何時か全然決めてない、お仕事終わってまたここに帰ってきて何時かにする、私ご飯食べる今から、お腹すいたちょっとじゃあ壇上呼ぼうかな、よっちゃん513、はやりんごさん、まささん、としきさん、たにたにさん、ひっきーさん、ぼんちゃんさん、みっきーさん、シーサーさん、アイスレモンさん、おっさんずさむさん、福太郎さん、ビタミンさん、ありがとうございます。
皆さん午後頑張りましょう。ありがとうございます。ご飯行って怖い、ご飯行って怖い。またモンテ来るよ。モンテ来るけんね。お昼見てくださってありがとうございました。お仕事の方また頑張ってください。ありがとう。はい、皆さんまたね。いってらっしゃい。